さあ、ということでカツオのたたき到着しました。やっぱり香りがいいですよ。たまんないですよ。ビールいける。香りでビール。あ、じゃあ俺も行くわ。行く。うまい。いいね。またこれニンニクの香りもあるんですよ、ね。そうなんですよ。はい、ちょっと。タカさんに説明していただいたので、はい、説明はね、ラクダ式の、はいはい、食べ方があると思います。はいはいはい、はい、お願いします。皆さん、こちらの方で、厚切りと薄切りがこう2種類。本当だ。へー、はいはい、おすすめの召し上がり方は厚切りの方をお塩、ニンニク、わさびで塩たたきの料理でお召し上がり。出ました、高知流ですね、この塩たたき。そうなんですよ、塩なんですよ。これ、だからさ、やっぱ新鮮だからできるですか。もちろんそれもそうですし、ちょっと厚切りですとこうお肉食べてるような感じの食感になるので、はい、お塩が合うと、はい、なるほど、はい、薄切りの方は、はい、薄切りの方はこの薬味とポン酢を絡めたものと。薬味はちなみに何が入ってますか。こちら玉ねぎのスライスと、やっこねぎとみょうがが混ぜてあります。やっこねぎとみょうが、はい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 、これを一緒に食べていただく、はい、で、このタレはポン酢ですか。はい、これ自家製のポン酢。自家製の、はい、おー、ありがとうございます。これでワンセットというか、これで体験も込みでおいくらになるんですか。もうその時のこの自家といいますか、1人前の料金で、はい、体験料とかはいただきませんので。あ、そうなんですか。素晴らしい。これ素晴らしいですね。約だいたい平均的などれぐらいですか。1500円から高い時は本当に高くなるんで。あ、そうなんですね。戻りの方が高いですか。あ、そうか、そう、入るか入らないかなんですよ。そうなんですよ。そう、あのあれなんですよ、ラクダさんの、うん、カツオのたたきは冷凍じゃないんですよ、はい、素晴らしい。だからこそその値段が変わるんですよね。はい、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。当てたいなと思います。はい、頑張って。当たると思いますか。当たると思います。お、本当。マジで。実際ね、僕あの山下さんやられてて、上手にやればやるほど難しくなるのになと思って。そういうことか。もう俺は上手に焼くことしか考えてなかった。やばったやばった、それやばった。そうか。そうなんですね。じゃあ、こっそり後で教えておいていただいて、はいはい、食べてやってみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、今から山下さんに実際こわら焼きしてもらったカツオ、はい、うん、そしてラクダさんの田村さんがね、うん、やっていただいたカツオ、ね、はい、そしてスーパーで買ってきたカツオと。なるほど。はい、今3種類あります。いや、だから続く、はい、これ見てください、うん、スーパーのたたきっちゅうのはね、うん、高知でうまいんですよ。うまいですよ。東京じゃね、このレベル食べれませんから。言いますよね、それ。まずは、はい、ちょっと一番分かりづらいスーパーのたたきから、うん、ああ、なるほど。ちょっと調べてみたいなと思うんですけど。当たりますかね。難しいですよ。いやー、どれもいい色してますよね。ねえ、うん、難しいですよ。そうね、ちょっと真ん中だけこう、ちょっとオーラがあるので、うん、そうですね。そうですね、ここから行ってみたいな。ちょっとそうですね、じゃあ、はい、お願いします。こんな感じですね、はい、あー、美味しそうだな、はい、これ、はい、これに、高知はニンニクと、わさびで、僕はもう照りっちゃいます。あ、いいですね、はい、これも本当お好きにね、はい、塩かけていって、はい、で、一口です。はい、うまい。うまい。うまいね。ちょっと待ってください。はい。うまいですよね。うまい。いや、これ難しい。ちょっとこれ分かりますかね。はい。見てる皆さん。なんでしょう。どれがスーパーか。いや、分からないんじゃないですかね。ねえ。いきますよ。これ。まあ、じゃあまずはちょっと真ん中食べてみました。はい。真ん中食べてみましたね。ですね。はい。僕が普段、このラクダさんで食べてるよりも、はい、まあ、香りはちょっと落ち着き気味な感じもしますね。なるほど、なるほど、はい、けど味は美味しいです、うん、普通に美味しいです、はいはい、ただ見てください、色がちょっと新鮮さがないなというのは感じますね、うん、そうですね、比べるとですよ、はい、比べるとですね、うんうん、はいはい、はい、じゃあこれはこれと、はい、わかりました。はい、じゃあ続いて、じゃあこっち行きます。から見て左、皆さんが見てる左手の方ですね、はい、こちら行きますね。ちょっと僕塩たたき好きなんで、はい、まずは 塩だけで比べさせてください、はい、いいですか。もちろんです。あ、ちゃんと聞いてる、一口サイズに。はい、
なんかさっきより色が全然違いますね。で、僕は皮を結構焼いたんです、最初から。なるほど、はい、ね、この色わかるかな、すごい綺麗な色、綺麗やな、はい、これいっちゃってみたいと思います。はい、はい、同じくね、ニンニクと、はい、なんとかニンニク、大体ね、味で分かるってなかなか難しいと思うんですよ。そもそも。ただ僕の焼き具合ですよね、あとはね。はい。で、あのこちらのカツオと一緒ですけど、はい、叩きっていうのはこの表面だけね、うん、何ミリぐらいなんですかね、1ミリぐらいなんですかね。ですかね。けどこちらの叩きもそれぐらいですね。それは一緒です、うん、はい。ただ色がちょっと違います。はい。もう笑みこぼれてます。いかがですか、あの香りと、はい、もちもち感、もちもち感全く違いますね。でいわゆる冷凍じゃないカツオって田村さんがおっしゃってましたけど、はい、もちもち感がやっぱ、うん、そこが生まれるんでしょうね。なるほど、ちょっと待ってくれ。で、これじゃあタレもいきますね。あ、はい、はい、こちらの、このオリジナルの自家製、ね、自家製とかったですね。ここに僕はもう直接いっちゃいます。なるほど、はい、もう入れちゃいます。あ、もう最高やな。で、本当はそうですね、ここやっとキーののせーの、はいはい、ニンニクのせーのったわさびキーの、はい、はい、これいっちゃいます、はい、豪快にね。うん、わ全然違う。高知に帰ってきたね。おかえりなさい。ほんまに、おかえりなさい。ほんまに東京じゃまず味わえないこの、はい、多分、いや、もう全然あの知らないんですけど、予想ですけど、はい、出汁が入ってますね、ポン酢に。なるほど、すごくその出汁の香りもあって、すごく、うん、ちょっと甘め、あ、甘めなんですね、ほんのちょっと甘め、うん、すごく美味しいです。あの僕とかそのお家で食べる時って結構ゆずポンとか、あ、はい、ね、あの高知うまじ村のゆずポンが有名なので食べますけど、うん、これ出汁が入っててまた美味しいですね。なるほど、はい、はい、じゃあこちらいただきまして、この2ついただきましょう、ね、そしたら皆さんから見て右手のはい、カツオにちょっとビールで一回ちょっとお口直しを、あ、なるほど大事ですからね、はい、いいですか、はい、もうお腹空いてるでしょ、早く行きたいよね、よし、はい、もう早く食べたいですじゃあこちらです、はい、いいですか、これ結構僕皮から焼いてジューシーさを求めたんですけど、うんうん、ちょっと焦げ目が結構よく焼きなんか、よく焼きですね、で、ただちゃんとこう1ミリぐらいには焼けてますね、うんうんうん、はい、こう分かんのかマジで本当に、え、でもどうですか今のところ自信は、僕は、まあ、いや予想してますよ、はい、予想はしてます、はい、でもね、はい、いきます、はい、お願いします。うんうんあ、どうでしょう、はい、うんうんわかりました、あ、わかりました、はい、お、はい、食べてわかりました、ちょっとこれもいっておきますね、はい、はい、ほら、すごい綺麗でしょ、めっちゃ綺麗、うん、はい、いや、これどっちみちどっちかどっちかって言ったらだけどあの僕が焼いてるんですよね、そうそうです、上手に焼けてますよね、そうですね、ね、ちゃんと、よかった、どうしようかなと思う、1ミリじゃなくてもう中まで結構焼けてたらどうしようかなちょっと不安がありましたけど、3分の1は山下さん、はい、はい、じゃあタレでもいただきます、うん、はい、はい、お、さあこれで今3種類のカツオのたたきを実食していただきました、はい、ズーズーくんは知ってるんですよね、もちろんですよ、僕は分かりましたよ、答えを知ってます、あ、視聴者の皆さんどれか分かりますか、まずどれがスーパーかですよ ね, ね、スーパークオリティがどれかですよ、ね、いやースーパークオリティどれかねっていうね、難しいな、じゃあ、はい、まず
眺め取らない、そこ眺め取らない。これは僕ちょっと見た目ではやっぱ正直わかんないんですよ。おお、はい、はい、もう正直わかんないです。はい、でただその食べていったか、香りの良さ、香りの良さでちょっと当てていきたいなと思っていて、うん、あの僕のあのちょっと前に戻っていただくと、カツを焼いてる時に叩いてる時に、あのふりかけてしまったんですよ。ほらほらほら、だから多分僕が焼いたカツオは、うん、あのかなりあの香りがカツオに入ってるんじゃないかなと、わらの香りが、うん、と思ってます。うん、その感覚でいきたいと思います。なるほどです。はいはい、全部美味しかったです。そこが基準ですね。はい、わらの香り、はい、まず、はい、一番香りがやっぱり少なかったのはこちら、真ん中ですね。うん、こちらは、スーパーだと思います。なるほど、はい、いいですか。わかりました。はいはい、そして次にこちらと言いました。これはラクダさんのカツオだなとで、うん、と思っているのが、はい、あの香りが、まあ、簡単に言うとこっちの方があったっていうのと、はい、あとあの皮から焼いてジューシーさを求めたので、うん、はい、皮のそのちょっとこう苦味というか焦げた感じというか、はい、がこっちは少なかったんですよ。なるほど。でこっちの方がそれがあった、うん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 、なのでこちらが、ラクダさん、はい、こちらが山下の焼いたカツオのたたきだと思いました。うん、それでお願いします。さあ、答えて揃いましたけれども、谷間さん当たるって言ってたけどな、大丈夫か。ではですね、はい、まあ、まずちょっとドキドキしてきた。だから自分がはっきり言いますよ、はい、自分が焼いたカツオが絶対うまいんですよ。なるほど。何でもそうじゃない、料理って自分で作った方がなんか、うん、別にお店の方が絶対美味しいのに、でもなんか愛着感がね、ありますよね。っていうので香りが、はい、だから鈴木君が言ってくれたように、うん、下手に焼いた方が良かったのに、分かりやすかったのに、うまく焼いちゃったから、がっつりちょっと やっちゃったから。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。わかりました。はい、では、まずですね、あのそうだ、ちょっと1個ルールあの言いそびれてたんですけど、はい、今日2つ問題ありますよね。え、はい、ありがとうございます。はい、この後にね、もう1個問題あるんですよ。急にルール、何のルールですか。聞いてない、聞いてない。ちょっとあのこれだけ言っておかないとと思ってまして、はいはい、あの2つルールがありまして、はい、で、あの同点ならまた別なんですけど、例えば2問とも山下さんが正解したら山下さんの勝利、はい、2問とも山下さんが不正解なら我々筒井軍団の勝利となります。軍団なのね。まあ、なんですね。将棋送りました筒井軍団と申します。はい、筒井軍団です。はい、筒井軍団が、はい、勝利するか山下さんが勝利するか、はいはい、負けた方が、はい、今日のラクダさんの飲食代おごり。よーし、じゃあちょっともう一回食べます。ちょっと自身のもう一回ちょっとあのね、はい、あれだよ、あのニンニクなしで、うんうん、あ、なるほど、香りですからね。こっちはいつものラクダな気がするんだよ。ああ、うん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 、うん、そうする。もう絶対こっちが僕の、はい、ふりかけすぎた笑燻製しすぎたカツオ。OK、わかりました。じゃあちょっと難しいかもしれないですけど、スーパーから発表しましょうか。はい、ね、それではお願いします。スーパーのカツオの届きをします。受験、スーパーのカツオの届きはこちらでした。イエーイ。すごいドキドキしてる。まずここが一番難しかったと思います。あのですね、めちゃくちゃ重かったです。まあ、そうでしょ。これ値段はおいくらなんですか。250円。ちょっと待ってください皆さん、このクオリティで250円。はい、皆さんぜひ高知に来てください。本当ですね。高知に来てスーパーでカツオ買ってください。まずは食ってほしい、これは。はい、こちらに東京でカツオのたたき買おうと思ったらいくらぐらいですか。いや、あのですね、見たことないです。見た、だから見てないです。見ててもスルーしてます。いや、売ってるんですよ、見てますよ、うんうん、あの高級スーパーとかも近くなって、はいはい、うん、カツオのたたきってやってますよ、はい、誰が買うもん。バカ野郎っつって、バカ野郎っつって、うん、そう、はい、あの食べたいなと思いながらね。まあ、そうです。こちらが、じゃあもうこれは、はい、一回ちょっとじゃあ外していただきますね。はい、はい、お、もう2強ですね。2強でございます。はい、ということで、じゃあまずちょっとおさらいしておきます。山下さんの
解答、はい、はい、こちらが僕が焼かせていただかせていただきました、はい、カツオたたき、そしてここがこちらがラクダさんだと思っております。理由はこちらの方が僕が振りかけたあの香り高い、はい、笑いの香りが高い、はい、はい、と思いました。こちらが僕がいつもねラクダさんで食べているカツオのもうスタンダード、もう僕の舌のスタンダードのこちらなんで、はい、だと思います。そして僕はこっちがうまかったです。なるほど、いいですか、うん、はい、僕の思いが入ってるからです。なるほど、思いだけは入れて詰め込みましたから、はい、よろしくお願いします。では外したら外れ山下さんが実際、はい、焼いていただいた叩いていただいたカツを発表します。お願いいたします。山下さんのカツオ、はい、こちら、うっそということで、筒井君なの、まず一問、勝利。マジか、マジか。でも、山下さん、本当に当てにいったよ。ですよね、うん。でもね、一個すごいなと思ったのは、うん、こっちの方が美味しいと思った。はい、そこじゃないですか、やっぱり。だから、こっちがラクダさんですから。うわー悔しい、まあ、これはもう田村さん今笑ってます、笑ってます、ニヤニヤしてると思います裏で。マジか、こっちが俺か、やっぱそういうことなのか、はい、こっちが全然香り高かったですよ。あ、やっぱそうなんですね、うん、はい、ちょっとやっぱり見るとまだあの赤身の方が多いというか、うん、山下さんの方はそうだね、あ、焼いてる時間が田村さんの方がやっぱ長かったんじゃないかな。ほんまや、ほんまやね、うん、思いますね。カツオがちょっと違うかったんじゃない。いやいや違うよ、なんてこと言い出すんですか負けず嫌い、負けず嫌い、はい、はい、じゃあということで、はい、1回目の前半部分は前半部分これでね僕が負けたということで、はい、じゃあ2本目以降どうなるのか、どっちがおごりになるのかというのをね、悔しいわすっごく悔しいよっしゃ、はい、では引き続き筒井軍団チャンネルでまたお楽しみください、はい、ここまでありがとうございました、はい、ありがとうございました、失礼します。